ブランシュ高山、スキーリゾートは、長野県小さが田群長和町にあるスキー場である。長和町が大半を出資する、第三セクターの長和町新高校舎により、運営されている。ブランシュはフランス語の、白いに由来する。ただの雪の純白さばかりではなく、白いキャンバスに、長和町の町民が次の世代に飛躍する夢と希望を、描く白の意味を込め命名された。 高山がひらがななのは、日田鉱山との混同を避けるためであり、ビーナスラインエリアで最も奥に位置するスキー場である。スキーヤー専用であり、スノーボードは滑走不可としている。スキーヤー専用という安心感と、カブゲレンでは事実上キッズ専用ということから、ファミリー層に人気がある。近年シニア層にも力を入れており、シニアクラブの会員数が800人を超えている。 山頂の休憩所からは360度北アルプスや南アルプスを見渡すことができ、周辺のスキー場もほぼ見渡すことができる。高地であるため、もみの木とカラマツしか群生しておらず、杉は生えていない。スキー場としての標高差は450メートルであるが、上部下連でのみで考えると300メートルほどである。晴天率が90%前後と高い一方で、 自然降雪量が限られているため、人工降雪機による人工雪がほとんどを占める。ただし、1800メートルの高地である関係上、シーズン中は気温がほぼ氷点下になり、雪質は非常に良い。ありがとうございます。